い、どうも皆さんこんばんは。ということで今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、1の子育て日記をやっていきましょう。いやー嬉しいですね。今日から、正確に言うと1が出産をした昨日から、子育て日記を始めていきたいと思います。そして赤ちゃんがね、生後60日を迎えて大人のハムスターになるまで、まあ、ちょっと毎日その成長を皆さんに動画でお届けしていこうと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。し、今いいところで噛んだね。神スタートでやっていきましょう。神スタートね、あっちの神じゃなくてこっちの神ね。はい、ということでやっていきましょう。子育て日記スタートです。どうぞ。で、この映像がですね、出産をした日の夜ご飯の映像になりますね。赤ちゃんのお世話から本当にちょっと抜けて片手までご飯をしに来ている一の様子ですね。一お母さんの様子ですね。このかっこんでる姿がさ、すごく偉いなって思うね。偉いなっていうか、なんて言えばいいんだろうな。もう言葉がちょっとわかんないんですけど、見つからないんですけど、なんか一がお母さんやってるなっていう感動。そう、で、これが今日の映像になります。今日の朝の映像になりますね。もうその 夜ご飯の、もうカーボン何喋ってるのかがない、夜ご飯の映像 もう本当にちょっとだけ、すいませんが撮らせてくださいって言って位置に撮らせていただいて、許可はも取ってないですけど。あー、かわいい赤ちゃんいっぱいいる、いっぱいいますね。まあね、声取り前にこの子たちのことをちょっと数えてみたんですけども、おそらくですけども9匹いますね。まあ、もしかしたら見えてないところにいるとかっていうことも、まあ、あるかもしれないんですけども、おそらく9匹います。うん、あ、今お世話を終えて布をかぶせたところですね。本当にこの日もじゃない、今日。ちょっとごめんなさいね。会話がポンコツなのは、もともとなんで。もともとのもあるし、ちょっと、こう、嬉しくて舞い上がってるっていうのもあるので、ちょっと許してください。そう。今日のね、朝のお世話も、ゴム手をしっかりしてね、お皿に、お肉を入れて、で、揚げたっていうところですね。うん。お肉とかぼちゃね、揚げたのは。そう。だから、たくさん今、ね、1の頬袋の中に入ってますね。だから、それを、こう、子供たち、赤ちゃんたちのお世話、おっぱいあげたりとか、なんやかんやのお世話をしながら、自分で食べたりとかして、補給してもらえたら嬉しいなと思ってます。だから、当分そういう感じになるかな。うん。で、もう撮影自体もね、本当に、短い撮影にしてます。むしろもしかしたらこの位置の様子とか見てナイーブになってたら撮影しない日もこの時期はちょっとあるかもしれませんが、まあその辺は、まあ60日間突っ走りますとは言いましたが、まあご了承いただけたら嬉しいなと思います。ということで位置の子育て日記やっていきましょう。赤ちゃんたちの日々の生活をなるべくその日のうちにね、投稿したいなと思ってますので、まあ日またいで夜中になることも多いんですが、一緒に楽しんでいきましょう。一日一日のこの子たちの成長を。はい、ということでまた明日の動画でお会いしましょう。最後まで本当にご視聴ありがとうございました。ではまた明日。